中根野は兵庫県出身の元プロ野球選手、プロ野球審判員。史上初の首位打者を獲得している。第一振興商業では第6回選抜中等学校野球大会に出場し、決勝戦で考慮中を3の1で下してチームは優勝した。1936年に名古屋軍入団。初年度の周期リーグで打率。 376を記録し、プロ野球の初代首位打者となった。この記録は一リーグ時代、戦前のプロ野球での最高打率である。プロ野球史上3人しかいない、本類が0本の首位打者でもあった。1937年に、イーグルス移籍。1938年の周期リーグを最後に引退。引退後は、1952年に毎日、オディオンズの2軍コーチ。 翌1953年には二軍監督に昇格し、1955年の時点では養成主任として二軍コーチに戻っている。後、パシフィックリーグでプロ野球審判員を務めた。二手川信明が俺がルールブックだという発言をしたとされる試合において、そのきっかけになったジャッジをしたのが中根である。1963年8月、 近鉄のジャック・ブルームに対する判定をめぐり、近鉄ファンを名乗る人物からの脅迫状が届く。中根はリーグ幹部と相談して、休養を取り、そのまま審判を辞任した。その後の消息は不明。ありがとうございます。